早朝のグランドから響き渡る声。ここではある職業になることを目指して日々奮闘する学生の姿があります。気になるその職業とは、そう、天 P です。学校に行った人なら誰もが受けたことがある数学のテスト。そのテストを陰で支える存在こそが天 P なんです。定期テストから大学入試まで、天 P を用いた問題が毎年数多く出題されています。今回はこれまでに多数の天 P を輩出してきた名門校、大阪道天高等学校に通う候補生たちを密着取材しました。はい、集合。はい、はい、今から一辺3メートルの四角形 ABCD、 前秒3メートル20分ラン、その後いつもの2時間差シャトルランね。はい、お前ら残り2週間切ってんだから、お前らこの練習気合入れていけよ、お前ら。はい、はい、返事が弱い。はい、じゃあ行ってこい。お前ら先生時もっと伸ばせよ、お前ら。はい、先生時伸ばせよ。四角形 ABCD 上を動く天 P を想定した練習。規則的に動くには体幹の強さと発達した筋肉が求められると言います。楽しようとすな、お前ら。グランドには監督の熱い怒号が飛び交います。集合。はい、お前らさっきも練習見てたけどさ、お前ら人惑わす気あんの？あります。あります。世の中学生高校生を本気で惑わす気あんのか、お前ら。はい、はい、そもそも天 P になるのに一番大事なことって何や、天林。図形です。全然違う。天道。原点です。全然違う。人を欺くことや、お前ら。俺たちは世の中学生高校生に嫌われて初めて存在意義を見出せる存在なんや。もっと嫌われる存在になれ。はい、はい、はい、分かったら散れ。ええな。はい、はい、はい、じゃあ行ってこい。令和では珍しい熱血指導、そんな監督の思いに迫りました。天 P っていうのはね、ほんま問題の指示にしっかり従うっていうことが非常に大事になってくるんやけども、まあ、それが結構人間とは対極に位置するっていうことがね、あんなの全然分かってないな。だからね、人というものがね、不安定でゆらゆらとしたような存在であるならばね、我々はその逆、もう性格無比で非常にならないといけない。いかに天 P が動く言うても心は不動でないといけないですよ。最近の若者はそれが分かったんだ。険しい天 P への道、その過酷さは休憩時間にも現れていました。よく見ると立ち止まっている選手は誰一人いません。これは一体どういうことでしょうか。まあ、天 P っていうのは止まったら死ぬって言われてるんで、まあ休憩中でも動きますね。全然慣れっすね。ここで左へ行って足を上げて、ここで P を作って前に出す。わかるか。こう P を作って前、はい、これできないと天 P にもっと嫌われへん。中高生に嫌われろ、もっと。はい、はい、はい、動き続ける。そんな人間の常識を超えた職業、天 P。 はい、嫌われろ。なぜそこまでして天 P になりたいのでしょうか。候補生に話を聞いてみました。そうですね、将来のこと考えると天 P ってなれる人めっちゃ少ないんで、非常に安定して高収入なとてもいい職業なんですよね。まあ今のご時世のことを考えると、やっぱり進学するよりも進学を邪魔する側に回った方がいいかなと考えました。中学校の時に数学の問題が簡単すぎて、自分だったらもっと面白い動きをしてみんなを楽しませられるのになって思ったのがきっかけですね。まあリーマン面のような複素係数一次特異ホモロジー群序の点とか。そしていよいよ迎えた天 P 採用試験。入念にアップをする選手たち、顔には緊張の色がうかがえます。おい、お前らいけるよ、いけ
るよ。今日からの本番は。はい。はい、そうそうそう。天秤になるんや、お前らは。嫌われるんや。はい、集合。はい。はい。はい、いや、今日はね、いよいよ天秤の採用試験です。受験者数は4795人、この中でね、合格するのはたったの5人です。非常に狭き門、まあ、しかしですね、もう天秤というのは原点から原点という場所があって、君たち天秤の居場所が決まる。まあ、原点とは何か。君たちの家族、君たちの仲間、君たちの親友、君たちの兄弟、君たちのお母さん、君たちのお父さん、そこまでもう全てを考えてプレーしていてほしい。ここを考えてね、ここに感謝を持ってプレーしてきたら君たちも多分合格すると思う。だから頑張ってこい。解散。はい、はい、じゃあエンジン。はい、はい、しゃあミシシッピー、イケルピー、カリピピー。そして始まる試験本番。しかしそこには大きな試練が待ち受けていました。それではこれより第216回天秤採用試験を始めたいと思います。今年の試験課題を発表します。1分10センチの正60角形上毎秒1メートルで進む天秤を表現しなさい。なんと出題されたのは過去にはない新傾向の問題。選手の顔には思わず不安の表情が。慣れない試験課題に思ったように体が動きません。そしてついに恐れていた事案が彼らを襲いました。試験番号0127。何ですか？失格だ。なぜですか？僕はバラできます。すいません、あと1回故障です。お願いします。まだ僕はできないです。失格となった選手には定点バッジが貼られ、未来永劫感情を失ってしまうのです。こうして波乱の試験は終了。気になる結果は。それでは今年の合格者を発表します。81番870番1230番、2002番3331番。以上。結果は全員不合格。私たち取材班も思わぬ放送事故にお蔵入りを覚悟しました。人を惑わせるどころか試験にこちらが惑わされると、不甲斐ない結果になってしまいました。まあ、しゃあないっすね。皆さん、試験お疲れ様でした。まあ、今回残念ながらね、合格者おらんかったけども、天秤というのは結局敷かれた関数の上しか走れない、まあ、脳がない仕事です。まあ、この試験でね、まあ、天秤になれようがなれなかろうがね、まあ、この先の人生の軌道を決めるのはね、もう結局君たち自身です。まあ、孤高に輝く星のようにね、意志のある手になりなさい。もうほんまそれをね、まあ、僕は祈ってる。まあ、ここまでよくやった。以上、解散。はい。このあと彼らは賛同して、なんやかんや天秤になったっていうことだけ言っときます。